この格好じゃない、なんか黒のなんかなんだっけ、なんかね、キツネらしい、キツネみたい、なんかよくわかんない、なんか格好しました。でも私コスプレハロウィン一発そうだったら絶対にコスプレしないタイプなんで、 STU に入ってからハロウィンでコスプレっていう文化を初めてやった。風の神かわいい、猫ありがとう。テイスのぬぐさポポさんお疲れありがとう。制服の制服の写真。歌唱をルル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 ルマリッサ、ユーザーさん、レインボースター、ありがとう。そう、四国はあずみんちゃんが四国で、でもなんかくじで決めたんですけど、くじで決めた割にはなんかちゃんとそれっぽい、なんかくるくるはチャートリだし、りょうちゅんスタジオでノアピマイカだから、なんかそれっぽい、そう、運だったんですけど、なんかそれっぽい感じのそれっぽい感じの振り分けになった。そう、9時だったの今日。そう、いけそう。JK 言うて2年前は JK でしたから私も。そう、それっぽい。釣り犬かわいい、ありがとう。ゆねたんとね、あれ歌いました、流行っとるやつ、私の一番可愛いところに気づいてるっていう、なんか TikTok で流行ってるフルーツジッパーさんの歌があるんですけど、歌いました。覚えきれてなかったけど。そう、うんとは思え、なんかそれっぽい配属。なんか私的にはリョーツンがねチャートリかなって思ってたんですけど、でもスタジオでもなんかハマるなと思って。そうです、今日配信なかったからね、ちょっと残念だったんですけど、 JK です、今日今夜だけ JK。 いや、これは着てなくて、違う、これは自前の、家帰ってきました。風の神バラありがとう。え、すごい、なんかモーピもね、マイカ第一希望、え、すごい、なんかみんな願い叶ってる、やらせか。やらせか。今日ノアピから誕生日プレゼントもらいました。そういえばなんかおしゃれな外国産のチョコレートをなんかくれたんですよ。めっちゃ嬉しかった。新生かわいい、ありがとう。クッキンハートありがとう。あれ、どこやったっけ、こっちか。嬉しい、くれました、ノアピが。みんこさん誕生日遅くなったんですけどおめでとうございますって言ってくれました。ちょっと手紙もプラッと見せないでおく、ありがとうノアピ。早速食べてる。似合いすぎ、あー、なんか潰れてるんだけど、なんで、カバンで押しつぶしちゃったチョコレート。食べます。うん、横三ゼロ。メイドイン書いてないな。
書いてない。何さんじゃろ、何語。なんかインド人が、インド人みたいな人がいるんですけど何語ちょっと分かんない。何さんか分かんないけど、なんかインド人みたいな人がいる。チョコおいしい。え、なんかめっちゃ溶けてる。でもうん、うんうん、冷蔵庫入れとこう。何語じゃろ。挨拶行かなきゃ。いってらっしゃい。何語じゃろ。え、もうすでにもう半分ぐらいない美味しい、溶けててもやばん。もう食べちゃって、もう食欲止まらん。嬉しい。12歳からプレゼントをもらったのは初めて多分最後の JK コスプレになる。今日が人生でもう、もうおさ、もう見納めです。これがマジで足りんのって。でもこの配信の前にトーストとご飯食べたからもう見納めです公園とかだけなんかこうセーラー服はもう今日でバイバイ。もうこれもうどうしよう、メルカリで売るか着る希望が。そんなことやらないでよ。JC はまだ希望、あそこいやでも今日、え、さっき送ったカムレさん、コウモリありがとう。ブレザー、でもな、制服コスプレってさ何歳まで許されると思う？アイドルだったら何歳でも許されるんかな。現役じゃないんですよ実は実は実は2年前に卒業しちゃって。これ実際来てたら違うよ違うよアイドルだったら何歳で見されるか。照明やつ頑張って頑張ってじゃないよ。17かと思ってた。えへ高校は、高校はね秘密いやそうなんよ。いや言うて今も割と、今ってさ公園、あでも言うて花垂れの最後で着てるわ私制服。着てますね着てる着てる。そう、ついもちょっと、もうちょっとしたらできなくなるかなと思って今のうちにしとこうと思って。最近割とツイン系の髪型をよくしてる。なんかハーフツインとか、ちょっともうそろそろできんくなるかなと思って今のうちに楽しんどる。なんかそういうの。永遠のやる制服見せたことないですよ。ひろふみさん、コウモリありがとう。チャートリーイリアピン違います。ちょっと四国ですよA 半球的、 A 半球的に四国。でもツインテールって何歳までいいんじゃろ。何歳までだと思う？ツインテールってアイドル関係なしに。最近めっちゃ二十歳になって考える。まして、またすぐ、いや思ってないだからめっちゃびっくりした。風の神尊いありがとう。いやアイドルじゃなしに、一般、一般、一発そうだったら20、じゃあと2年かこの2年でめちゃめちゃツインテールしようかな20代も許されるの。ひでたろう、コウモリありがとう。私はまあ人によるかな。
じゃああと2年か3年か4年か5年ぐらい。若い、30、いいね。じゃああとちょっとのこの数年でいっぱいツインテールしとこう。セーラー服ってツインテールが高めはね、低めだったらなんか低めの大人しめ、大人っぽいツインテールだったら割と30代私の場合はいけそう。ツインテールってセーラー服めっちゃ合うね。まあ人による、人による。おお、高めついてる可愛いよね。でもなんかこうね、でも私はもう髪の毛が邪魔なんで早く坊主にしたいんですけどね。20年あと40歳までか。ちあいさん、ぽぽさん可愛い、ありがとう。サヤンならね、あと100年はいけると思うよ。パイの実かわいい、ありがとう。坊主、坊主願望ね、ありありですよ。悲観が、え、ない。ない。おー、そう、 PR 舞台が本当にマジで怒涛すぎる。えぐい、やばいよ本当に。頑張らないと。ダンス、ん、なんかついてる。一気に回るから、そう、待ってます。カリアンコさん、しかもあのベストヒット歌謡ショーの次の日なので飛行機でもしかしたら行けるんかなってちょっと思ってたんですけど、新幹線かもしれないって言われてちょっと悲しかったです。すごいね、ベストヒット歌謡ショーしてから HKT さん出て、で明後日だっけ長崎やって SKE さん行くの、めっちゃハードスケジュールやんけ。カムカムさん、コウモリありがとう。え、いい？赤要塞か。新幹線福岡か、東京から福岡って5時間ぐらいかかる。うん、やばい、腰死ぬ。商社マンです。え、でもね、 HKT さんって違うわ、長崎、え？ HKT さんって多分1公演しかないから、だから夕方からだっけ、何時からだ、わかんない、何時からですか。なんか NNB さんが2公演あって、 HKT さんと SKE さんが、そうそう、1公演なんですよ。だから新幹線な気がする。なんか、うん、5時間マジで腰いっちゃう。そう、ベストヒット東京です。あれ、大阪なの、大阪な、え、そうなん、大阪な、大阪なんか、あ、大阪な、え、じゃあ絶対新幹線じゃん。残念、え、東京かと思っとった。あ、大阪なんか、え、マジか、飛行機期待してたのに、あ、あー、ピエン、絶対新幹線、もう当たり前か、大阪から福岡って新幹線ないか。大阪か。まあいいや、腰がやられたら。宮城の、宮城の市長公園、宮城の市長公園、あ、全国ツアー。全国ツアー、あー、宮城はでもリアル話し会の次の日だから新幹線ですね。もう沖縄、沖縄が
飛行機絶対確定だから超楽しみ。え、私東京かと思ってた。大阪の女に なってきます。え、すごっ。大阪新幹線はもう爆睡、ず寝てる、寝てるか食べるかしかしてないです。最近シート倒す、なんか人のあの後ろの人の邪魔にならんように倒す。お邪魔しました、コウモリ、ありがとう。私は大阪出身じゃ広島出身です。マレー故郷っていうか、私は親がたまたまあの単身あの仕事で大阪おるときに生まれただけなので広島出身です。ナンバーナンバーも行ったことない。関西弁話せません。では来月はいっぱいいろんなところの女になる。うん、2時間半か。でも東京に比べたら、4時間に比べたら、3時間か比べたら全然いける。そう、帰ってきました。全然大阪人でもなんでもないけど、大阪の人に、大阪の人に、おめえおめえ大阪、大阪じゃないくせにみたいな絶対言われそうだからやめとく。うん、東北新幹線初めて乗るわ。てか東北自体初めて行く。衛生関西弁。でもなんか東京に住んどったらすっごい寂しい気分になりそう。本当になんか渋谷とか一人で歩いてたらなんかすごい私って一人なんだっていう気分になりそう。大阪の人、あ、今いない、今いない気がする。いっちゃんコウモリありがとう。うーん、そう、めっちゃ寂しい気分になりそう東京住んだったら。加藤さんかわいい、ありがとう。窓ばっかり見つ、それもうやんどんよ。それ東日本出身は、あ、でも卒業した子におったけど今はいないね。都会で暮らす友は窓しか見ていないらしい。事務所に入りたい、考えてないです何も。え、似合う、やった。マークさんコウモリありがとう。そうそうね、しかし人生振り返る。靴下、靴下、今日タイツ履いてる。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ライン上読むぞ。終わります。コスプレしといて終わります。はい、制服見納めスクショタイム。じゃあ終わります。コスプレしとるくせに早い終わる人。そうなの。
スカートね、スカートちょっと下サボってるからちょっと見せられないしんちゃんハートありがとう。誕生日見ます。13位なおとちゃん、12位なりちゃん、11位ジュナラゴさん、10位ポポさん、9位 ABC ハウスさん、8位トウくん、7位ゆきひろさん、6位なりたさん、5位おつかれさん、4位いっちゃん、パセリンコ、3位カズノシン、リンゴ姫が一番可愛いよ、2位ゆうぞ、 HKT48 劇場視聴公演何楽しみだわみたいなそして1位やすべさんありがとう。じゃあ終わります明日は明日は配信しない、明日はめっちゃちょっとレッスンがちょっと長めで、多分もうどつかる吉崎さんだから多分配信はないと思います。まあもうもしかしたらあるかもしれない、 1% ぐらいいやドラマもう疲れたから今日は早く寝ようと思って、明日はちょっと疲れるから、そう、じゃあおやすみなさい、バイバーイ、今来たあれだねバイバーイ、おやすみなさい。